お母ちゃん、今度の遠足行けるかもしれないわ。優しいおじさんが困った時はいつでも訪ねておいで。お母ちゃん、聞いたか、聞いた聞いた。棺桶の中でネズミが鳴いた。寝たきりの体でネズミに潜り込まれて、なすがまま二目と見られんようになったそうだ。みんなご飯よ。もう大丈夫よ。こっちおいで。私があんたたちのお母さんになってあげる。でもみんなには内緒よ。食べられちゃうからね。じゃあまたね。おとなしくしてるのよ。緑め、塩らしいものしやがって。ああ、うめうめ。肉なんて何ヶ月ぶりかしら。よく肉なんて買う金あったな。買わないよ。犬の肉なんて売ってるわけないだろ。犬？どうしたミドリ、あんまりうまいんで泣き出したぜ。ご苦労なさったのね。いいよ。